プロボクシングのバンタム級世界4団体統一王者の井上尚弥は13日、横浜市内で会見し、同日付で全王座を返上して1階級上のスーパーバンタム級に転向すると表明した。4月か5月にスーパーバンタム級での初戦を行う見通しだ。ここからは自分よりもでかい相手への挑戦と掲げ、世界初となる2階級での4団体王座統一を目指す。そんな井上との対戦を何度も要求しているのが、元2階級制覇王者の亀田智樹だ。そんな亀田は練習相手として、WBC、WBO 世界バンタム級1位のジェイソン・モロニーを招聘。そこでのある出来事が話題となっている。今回は事の詳細とネット上の反応を一部抜粋してお届けいたします。もう一つ階級を上げるのは慎重にならないといけない。敵がいないから上げろってみんな言いますけど、階級を一つ上げるのはそう簡単なものじゃない。これは約2年前の年の瀬に井上尚弥が階級上げについて語った言葉だ。当時アラン・ディパエントの WBA IBF 世界バンタム級タイトルマッチを終えたモンスターには、近いうちに1階級アップさせるのではないかという噂が流れていた。だが彼は、世界6階級制覇王者マニー・パッキャオの成功例を稀として、階級上げが容易ではないという持論を口にしたのである。そこから時が経ち、バンタム級で4団体制覇を果たした井上は慎重になっていた階級を上げることを決断した。ただ、慎重に考えているという点において変わりはない。これまで無双に近い強さを誇ってきたモンスターも、これまで以上の体格とパワーの違いを埋めるための筋力アップが求められ、トレーニング方法の変化も伴う 1.8 キロも増す階級での試合には楽だとは思っていないと危機感がある。この点については多くの格闘技関係者の間でも注目がされており、果たしてモンスターがパッキャオのように戦えるのか。特に井上尚弥との対戦を実現させたいと何度も訴えているプロボクシングの元世界2階級制覇王者で、現 WBA 世界スーパーバンタム級2位の亀田智樹は、井上に勝つ自信があると発言してネットでは賛否が飛び交っている。井上はライトフライ級から上がってきた選手。俺は最初からバンタム級。ボクシングは階級制のスポーツで、階級が一つ上がる影響は非常に大きい。俺もスーパーバンタム級に上げた時に相手のパワー、体の強さを感じた。井上はどうなるのかわからないが身長が違う。リーチ、一つ拳が届かないということが出てくる。その点で井上と戦う時には有利かなと、階級を上げることによって生じてしまうフレームの差で勝負ができることを語った。しかし井上にとってフレームの差現時点ではあまり関係ないと考えている関係者も少なくはない。それだけの試合を井上尚弥はこれまでにも見せてきた。その一人が WBC、WBO 世界バンタム級1位のジェイソン・モロニーだ。モロニーは亀田智樹の所属ジムで、ジム移籍初戦となる同級13位のルイス・カスティージョとの世界前哨戦に向けての練習相手として招聘され、スパーリングを行った。モロニーは2020年、挑戦者として井上とのタイトルマッチに臨んだが、キャリア初の KO 負けをしており、その後は4戦全勝としているが、井上の恐ろしさを肌で感じている。インタビューの中でモロニーは井上はスピードが速くてパンチの一つ一つが重い。そのためアウトボクシングで時間を稼ぎつつカウンターを狙ってた。本来ならもっと近づき、より積極的に仕掛けたかったが、懸命で爆発力を備えた井上がそうすることを許してくれなかった。彼ほどのスピードとパワー、そしてスマートな頭脳があれば、たとえフレームの差があってもあまり関係がないと考える。それをマニー・パッキャオやメイウェザーは証明してきた。井上にはまさしく規格外という言葉が似合っていると語っていた。亀田智樹やスティーブン・フルトンがフレームの差で井上には勝てるという言葉は、モロニー自身が井上と実際に対戦したことでそれは関係ないと語っている。果たして井上尚弥と亀田智樹と対戦は実現するのか。そして井上尚弥にスーパーバンタム級でもこれまでのような戦いを見せてくれるのだろうか。
ここからは今回のニュースに関してのネット上の反応を一部抜粋してお届けいたします。亀田選手には日本人にも知名度が高いネリやカシメロあたりとやれるように頑張ってもらいたい。3人ともちゃんと強いし、なんかちょうどいい戦いになるのではと思います。ただ井上尚弥選手は格が違う思います。今後この3人とは関わることはないと思いますし、倒して評価の上がる意味のある立派な世界チャンピオンを倒していってほしいです。現実問題、井上選手の試合は半年に1回、その一枠を取ることは今の亀田選手には難しいですね。それを承知でやりたいアピールしてるような。実際井上選手がバンタムに上げた当時に、何かしれっとスーパーに移ったような気がしないでもない。井上尚弥選手が正式にスーパーバンタム級への転向を表明してから活発化している印象があります。以前から井上選手を挑発していたスティーブン・フルトンやルイス・ネリ、カシメロなどはいましたが、新たに元 WBO 暫定王者のライース・アリームも井上選手の対戦相手に立候補しました。パウンド・フォー・パウンドの1位を獲得してから、ファイトマネーもさらに上がり、井上選手と戦うことで知名度の向上にもつながるので、戦いたい選手は今後も増えていくことでしょう。そんな世界のモンスターと亀田智樹選手は戦おうとしているのです。当然現在は世界王者ではないので、井上選手と戦うためにはそれ相応の立ち位置にいることが求められてしまいます。すでに亀田選手は WBA、IBF 統一王者アフマダリエフへの指名挑戦権を獲得していますが、その対戦がいつ実現するのかはわかりません。しかし亀田選手が世界王座を奪還し、井上選手が再び4団体統一を果たすために戦わざるを得ない状況になった時、日本人同士の世界王座戦としては過去最高の盛り上がりになることは間違いないでしょう。その時はやってくるのでしょうか。